マリオス、キックアップチャレンジ、どんなコースなのか、楽しみなんだぜ。これは、ミニゲーム系のコースなのかな、それとも、謎解きかな。どこからどう見ても、ミニゲームだろ。これはどうすればいいのかな？ネットの甲羅がいっぱい出てきているし、これを何かに使うんだろうな。自分がバネを使って上に上がっていくのは、無理そうかな。まあ、そういうコースではないだろうからな。どうすればいいのか、わかりません。おいおい、今までどれだけマリオメーカーやってきてるんだ？ちょっと考えてみます。ネットを使って何かするのは間違いないよね。ああ、それは間違いないと思うんだぜ。あ、わかったかも。ネットをバネに当てれば、どんどん上に跳ねていくんじゃないか。せっかくわかったのに先に言わないでよ。ずっとグダグダしてたお前が悪いんだぜ。お、ハテナブロックの中に鍵だね。これでようやく先に進めるね。次はどんな仕掛けがあるんだろうな。基本は一緒かな。またネットを上に投げる感じだと思うよ。今度は、あの P スイッチをどうにかすればいいのか。でも、このネットで P スイッチを発動させられたっけ？ちょっと私にもわからないな。砲台から、黒パックンが出てきたよ。なるほど、あの黒パックンを P スイッチの上に落とせればいいんだな。なかなか当たらないね。こういう時は、カズーチャ当たる作戦でいけばいいと思うんだぜ。よし、うまく押せたよ。早速次のエリアに進んでいくんだぜ。この P スイッチの効果が切れるまでの間って、いつも何を考えていますか？私は宇宙の真理について考えてるんだぜ。私は、美味しいラーメン食べたいなーって考えています。さっきまでは敵の攻撃はなかったけど、今度は結構きつそうだな。ネットをかぶってるから地上では安全だけど、バネに投げて当てる時が大変そうだね。お、早速鍵をゲットだな。避けるのに必死だったけど、カロンが鍵を持っていたのかな？私も見逃してしまったな。中間ポイント発見。ということは、次は難しいエリアなのかな。なるほど、クッパか、あいつを倒せばいいんだな。これならわかりやすいんだぜ。赤いキラーやクッパの炎があるから注意が必要だね。でもまあ、ファイアーマリオ状態でネットまであるんだし、大丈夫だろ。そこで相手やられるのか、皆さんの期待を裏切らないこの私、霊夢です。そうだな、中間も取ったから安心だしな。おい、違うだろ、絶対やられるんじゃないぞ。なんで、皆さんの期待を裏切ってもいいの。ただでさえいつもグダグダなんだから、たまにはいいところも見ていただきたいんだぜ。いつも神がかったプレイしてると思うんだけどな。などと霊夢は言っていますが、長くなってしまったので、カットします。はい、カットしました。やっぱりいつも通りだったな。でしょ、いつも通りの神プレイだったでしょ。お前が何と言おうと、似てる方にはちゃんとわかっているんだからな。それにしてもこの亀しつこいね。どこかの元都知事みたいに、往生際が悪いんだろうな。いや、さすがにネズミ男ほどじゃないでしょ。そうだな。水木先生、ごめんなさい。よしよし、ようやく神をゲットできたよ。これで終わりかな。そうだね、これで終わりくらいだとちょうどいい長さだよね。危ない、よく反応できたな。なんとなく跳ね返ってきそうな気がしてたんだよね。土管を抜けたらゴール。今回の、コースは、どうだった？私の神プレイが遺憾なく発揮できたいいコースだったよ。こいつが何を言ってるのかはわかりませんが、楽しかったです。え、マリサ日本語わからないの？私はお前の言葉が理解できないだけだ。勘違いするなよ。それでは、今日はここで終わります。ご視聴、ありがとうございました。